姫イ葉ゴは、バラカキイチゴ族の鶴性草本状の阿ボ木。別名、トゲナシ五葉苺。禁煙種のイ葉ゴに似る。茎ははじめ直立、または斜上しているが、後に地上に倒伏して、長く伸び、さらに短い花枝を立てる。植物体に差しはなく、茎、葉平、葉脈に柔らかい毛が密生する。葉は、 長い傭兵を持って護生し、傭身は鳥足状の御章用からなり、各章用は菱形状の京頭欄型で、先は細く尖り、基部は狭いくさび型で章用兵はなく、円には鋭い重挙子がある。傭兵の基部に草室で緑色の狭い卓用がある。夏季は6から7月。花絵の先端に短い花柄を伸ばして1個の白色の花を上向きにつける。 額は七列し、列片は花後に半曲する。花弁も七個あり、狂乱形で長さ約10ミリメートルになる。湧水は多数ある。果実は計約1センチメートルになる。集合下で赤熟し、上向きにつく。日本古有種。南千島、北海道、本州の中部、北部に分布し、赤鉱山帯の新葉樹林内のやや暗い場所に、 生育する和名。姫御用いちごは姫御用いちご、差しなしの御用いちごの意で、種商名数度ジャポニカスのうち、数度マイナスは、偽のマイナス、タイに似たの意味。ありがとうございます。